皆さんこんにちは、ひでまるです。今日は僕普段クロスポイント吉祥寺とクロスポイント府中で一般の方に向けてレッスンをやっているんですが、これからキックボクシングを始めたい方や始めて間もない方に向けて、ここだけは押さえておきたいポイントを、ちょっと紹介していきますので、ぜひ動画を見てください。ではそれでは始めていきますんで、いきましょうか。はい、じゃあ始めていきたいと思います。押さえて おきたいポイントというのは、構えのことです。スタンス、まあ普段の立ち方ですね。基本の立ち方をとても僕は重要視しています。でなぜかというと、やっぱり正しい立ち方で、構えることで強いパンチ、強いキック、まあ、さらにはディフェンス、安定したディフェンスが、できます。 なので、初心者の方にはそこをしっかり覚えてもらうことで、上達が早くなると思います。ではじゃあちょっと始めていきたいと思います。じゃあこのちょっと分かりやすいように印をつけたので、まあ、その上に立ってやっていきます。まず、気をつけした状態から、肩幅に足を広げていきます。で自分の、まあ、利き足を1歩歩幅分引いていきましょう。で、左足が、僕右利きなので左足が前にありますから、左手が前に来るように構えていきます。で、右手が後ろに来るように、こめかみの高さまで拳を上げて構えていきます。で、ここで注意するポイントがあります。初心者の方に、多いのが、まず両手がトロッてしまって、体が正面を向いてしまうと、これ結構レッスンしてても多いです。この構えになってしまうと、まっすぐの攻撃がすごくもらいやすくなってしまいますし、パンチを打つためが、手のパンチのためが、ね、ない状態なので、強いパンチを打つことが、強いパンチキックを打つことができなくなってしまいます。なのでしっかり、左足が前向いたら左手が前、右手が後ろで半身になれるようにしてください。これ一つ、もう一つは、これも結構多いんですけど、肩幅取ってくださいって言ったのに、こう実際構えてもらってると気づいたら両足がこう縦に揃ってしまうと。わかりますか、これ前後のバランスは取れるんですけど、この両足が前に反ってると横のバランスがすごく悪くて、すごく こちらも不安定な構えになってしまい、強い攻撃の前に、バランスを崩しやすくなってしまいますので、こちらも気をつけてほしいポイントです。もう一度おさらいします。しっかり、肩幅に足を広げていきます。で自分の利き足を一歩引いてください。僕は右利きなので利き足を引いて構えます。大体歩幅分です。で左利きの人は左足を引いて構えてください。まあ、最初でも言いましたけど、しっかり構えることでしっかりとしたパンチ、ディフェンスできます、ね、これをね、初心者の方やこれから
ボクシングを始めたいって思ってる方には、自宅でもすぐできますので、ちょっと、覚えてほしい大事なポイントです、じゃあ以上になりますが、今日教えた構え方のポイントは、僕がやっぱり、長年レッスンしていても、すごく気になる部分であったので、今日動画にしようと思いました。なので、これ先ほどから言ってますが、これからキックボクシングを始めようと思っている方や、始めて間もない方は、この構えっていうのをこの動画を見て、しっかり、覚えてもらえると嬉しいなと思います。それでは、これでちょっと今日の動画は終わりたいと思うんですけど、キックボクシングのこの情報が、もしためになったなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。